自分高校生なんですけど、ギアさん高校生時代って毛どうしてました？え、髪の毛の話じゃなくて体毛の話？もうノータッチですけど。っていうか俺あんまね生えてなかった気がする。なんかね遅かった毛が。俺だって今俺ね腕毛も全然生えてないし、20後半のとか27歳くらいの時から本当にヒゲが濃くなりだして、なんかね薄かった。そもそもが陰毛も生えてくるの遅かった。だからなんかこう中学校の時とかさ、多分男の人たちだったら分かると思うんだけどさ、なんかお前も生えてんのかよみたいなそういう話とかするでしょ。俺そういう話に入んなかった。なんか恥ずかしくて入れなかった。俺ってまだ大人じゃないんだなと思って。体の面積が広すぎて毛穴が拡散されてる。でも俺別に学生の時そんな身長高くなかったしさ、あと別にギャランドゥとかも生えてないしね。あのおへそから、おへその下からみたいな、あれも生えてないから。鼻毛はね、鼻毛はちょくちょく剃ってたけど、俺鼻毛の剃り方があの眉毛用のカミソリをこう突っ込んでぐるって回すと根元から一気に鼻毛がバッてこう冷める60度回転でビシビシビシってこう剃れるんだけど、そのやり方はマジでねおすすめしない。あのね鼻毛が濃くなる、太くなって生えてくる。なんか瀕死になったスーパーサイヤ人って生き返ると戦闘民族だからパワーアップして帰ってくるじゃんね。やっぱね人の体毛ってのを多分なんかやっぱこう毛ってのはね、体毛ってのは何かしら何かを守るために生えているもんなので、おそらく鼻毛もね根元からやられたからパワーアップして帰ってくるわけなんですよね。でまあパワーアップして帰ってくるってことは、まあ単純に太くなるわけなんですけど、今僕の鼻毛はすごく太いです。でまあ人間の性能的にはすごくいいことです。なぜかっていうと鼻毛はね空気のフィルター代わりになるので、僕のフィルターはすごく今パッチのバージョンが高いです、みんなよりきっと。ただ鼻毛が濃くなると何がやばいかって、あのねなんかね濃くなるプラス生えてくるスピードがすげえ速いのね今。だからなんかねこう鼻を片方こう押し付けるともうね鼻毛が出るんだよね。わかるかな。どっちか押さえてみて、みんなどっちか鼻。そうするとさ、この鼻毛、鼻の入り口のこの鼻毛がさ長いとさ出てこない。そうだからね、鼻毛が出てる人はこの入り口の鼻毛が長いんだけど、俺はなんとですね鼻毛をね根元から剃りすぎて、昔ねあのゲーム会社のサラリーマンしてる時にプラスタバコも吸ってたってのもあるかもしれない。タバコを吸ってて、それでまあやっぱりタバコってやっぱ人体にすごい害があるじゃん、煙が。でやっぱ鼻毛もそれから俺を守ろうとしてすごい多分ね、うん、太くなってくれてたんだよ。守ろうとしてたんだと思うんだけど、だいたい鼻毛出るときってこの鼻の入り口の鼻の毛が伸びて出てるんだけど、俺の鼻毛は違ってて、あのねある日、まあ、やっぱり新規ゲームのね担当してて、新作ゲームのリリース前だったんだよね。で2ヶ月くらい始発と終電帰りを続けてて、土日も出っ放しで休みがない日があったのね。
で身だしなみなんて全然もう気使う余裕もなくて、家には本当にもう寝るだけに帰るだけの日々が続いてた時があったんだけど、ある日ね、なんかもうなんか板挟み状態で、上司とかともうメンタル的にやばくなってさ、席を立ってうんこトイレ個室に逃げ込んだのね、うん、腹も痛くないのに。でなんか何気なく鼻かゆいなと思ってこう触ったら、鼻毛がね掴めたのよね、こう人差し指と親指でなんか出てんなと思って、でこうピュッて引っ張るじゃん。引っ張ったらさ、どっから伸びてるかってさ分かるじゃん、根元が。だいたい鼻毛引っ張った時ってさ鼻の入り口じゃん。でもその鼻毛さピッて引っ張ったらさ、鼻の一番奥からさ引っ張られてる感あんの。でね、伸ばしたらその鼻毛糸っていうか、そうなんか何輪っか巻いてたんだけど、伸ばしたらさなんかこの唇くらいまで伸びて、でピッて抜いたらさパーマかかってたんだよね。 すごくない？何これと思って。鼻毛って伸びるとコイル状になるんだなと思って。でなんか知んないんだけどさ、俺はなんか知んないけど洗面台に置いて出れたんだよね。うん、ごめんね、なんか知んないけど。でも後々俺はなんかまた疲れてたのか分かんないけど、あの毛取っとけばよかったなと思って探し行ったけどなかったんだよな。俺ね、あの毛絶対取ってた方がよかったと思ったんだよな。すごかった本当にあれは。いや、あの時期は本当に疲れてた。もう頭がね、なんかもうおかしくなってた。いや、みんなもちゃんと鼻毛はね処理した方がいいよ。でも処理しすぎると逆に今度ほらなんかウイルスとかがさ、鼻毛ってこうウイルスとかからちゃんとこう守ってくれる機能があるじゃん、フィルターだから。鼻毛全剃りするとさ確実に風邪ひくんだよね。もうダイレクトで空気入ってくるからさ、ウイルスが。だからなんか脱毛とかも鼻の入り口だけ脱毛するっていうのがあるらしくて、ちょっといいなって思った。ちょっと良くない？なんか多いらしいよ最近、そういうなんか入り口だけ脱毛する人。だいたいやっぱほら鼻毛ってね出る時って入り口じゃん。でまあ入り口だけだったらね、奥の鼻毛が結局あるからそこでフィルター代わりしてくれるじゃんね。さすがに鼻毛全部脱毛したらその人終わるだろうね。やっぱ毎日さこうやって話してるとさ、ネタも なくなっていくわけですよ。で家に引きこもってさ、やっぱ生活してると日々自分の体で変わっていくのは毛の長さくらいなもんで、やっぱ毛の話とあとはなんだろうね、食べるものの話とおしっこの量とかうんちが改便だったかどうかくらいの話くらいしかできないわけよね。うんちの硬さとかね、時間は有限ながらね、やっぱりインプットする時間がやっぱさ、やっぱ十何時間も話してると何も入ってこないよね。逆にみんなに教えてほしいくらいだもん、世の中を。世の中を教えてほしいね、僕は。